バーバートカゲは、波中高有林木トカゲかトカゲ族に分類されるトカゲ日本全長15.5から2 0センチメートル東道長5.2から7 3センチメートル胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は22か24。覆面の色彩は淡灰色。腰体の頭部や胴体背面の体色は黒や暗化色で、 5本の名色の縦縞が入る。尾は奥、尾の先端から、尾全体の2、3以上を青色部が占める。オスの生体は、頭部や胴体背面、尾の体色が、暗褐色や褐色になる個体が多い。メスは、幼体の色彩を残す個体が多い。常緑紅葉樹からなる一時林や、回復の進んだ二次林などに生息する。 主に徘徊性のクモ類を食べていると考えられている。胃の内容物からは、アリ類、陸性の巻き貝、ミミズなどが検出された例がある。繁殖については不明だが、放卵直後で痩せたメスや孵化直後と思われる幼体は、7月に発見例がある。生態になってから捕獲されたオス個体が、飼育下で約4年11ヶ月にわたり生存した例がある。森林伐採や、 死草刈りによる臨床の乾燥化による生息地の破壊により生息数は減少し人為的に移入されたの猫や天見大島や沖縄島ではフイリマングースなどによる捕食による影響も懸念されている2017年の時点で沖縄県レッドリストでは絶滅危惧痛類と判定されている絶滅危惧痛類ありがとうございます